ザムトゲマインデ・ボテルは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州、ローテンブルク軍に属すザムトゲマインデである。このザムトゲマインデは、リューネブルガーハイデからほど近いビウンウェ定地に位置しており、ローダウ川とビーダウ川に挟まれた自然のままの砂地、森、荒れ地の土地が残っている。ローテンブルク、セーセル、シュネー・ファーディンゲン、ノイエン・キルヒエン、フィッセル・ヘーベで、キルヒリンテルン、 ザムトゲマインデゾットルムである。このゲマインでは以下の町村からなる。1906年まで現在のザムトゲマインデボテルの地域は大変に貧しい地方で多くの住民が例えばオランダなどへ出稼ぎに行かなければならなかった。1906年にブレーメンからハノーファーへの鉄道が建設されブロッケルとボテルの間を通ることとなった。 この路線は1958年に廃止された。1974年にブロッケルとビットルフの間の施設が撤去され、現在は広域自転車道として利用されている。その他の区間の撤去作業は間もなく行われる。ザムトゲマインデボテルは1971年に旧主任司祭管区ブロッケルとキルヒバルゼーデが合併して成立した。行政の本部は ザムトゲマインデで,で最大で中央に位置する町村であるボテルに置かれた。信仰を持つ住民の多くはプロテスタントルター派の信者である。ルター派のキリシタンはフィッセルヘーベで教会区に属すブロッケル教会、またはキルヒバルゼで教会に組織されている。ローマカトリックの住民はローテンブルク生態教会に属す。このかイスラム教エホバの商人。 自由教会、バプテスト教会、新首都派教会の信者もいる。また、ドイツ全土でそうであるように、無宗教の人口も増加している。このザムトゲマインでの議会は22議席からなる。ザムトゲマインでの長は議会に属しており、議席と投票権を有している。銀の斜め破でに分割。向かって、右上は赤字に、6本の根と6枚の葉を持つ多くの木。向かって、 左下は、緑地で、右向きに跳ねる銀の馬。6枚の葉を持つ多くの木は6つの高成長村と、ザムトゲマインデを示している。馬はこの地方における農業と馬生産の重要さを象徴している。並体は、ザムトゲマインデ内を流れる何本かの小川を表している。ブロッケルのオランダガザグルマ、ブロッケルとキルヒバルゼーデには古い村の境界がある。 ヘムスビューンで、キルヒバルゼーで、ボテルの間に、ブレンコンがある。ザムトゲマインでボテルには、いくつかの木材加工業、車体製造、食品加工の会社がある。ブロッケルには、木製玩具の会社がある。また、この地方には、パドルボートを楽しめる湖や小川があり、短期休暇の水遊びスポットとなっている。また、場外明かりを楽しむ休暇者もこの地方を訪れる。 交通は主に南北方向に走っている。ザムトゲマインでないを連邦道 B440 号線、B71 号線及びいくつかの軍道が通っている。公共交通機関は全く不十分な状態である。路線バスはほぼ通学時間帯にしかない。最寄りの駅はローテンブルクとフィッセルヘーベデにある。かつてはザムトゲマインでないを ブレーマーフェルデ・バルスローデ線が走っていた。一番西端のベスター・バルゼーデにはベーザー・アラー鉄道の駅がある。ボテルとブロッケルを通るワイテラス計画がある。ブロッケルには養護施設がある。最寄りの病院はローテンブルクのディアコニー病院とフェルデンのアラー・ベーザー病院である。ありがとうございます。